関の忠し1月9日昭和10年7月29日は日本の建築士、美術士、考古学者、東京帝国大学名誉教授、高田藩士、関の春武士と八重の次男として生まれた。旧制一校を経て1895年に東京帝国大学工科大学づくり科学科を卒業。卒業論文は平等院の研究であった。金吾のに、 日本銀行の工事に参加する。古社寺保存法が立案された1896年に伊藤中太の勧めで内務省技師奈良県技師となり奈良の古建築を調査し建築年代を判定していった。1889年に平城休止を発見した。1922年国の史跡に指定された。また、1912年にキー城跡を確定し、 1917年に矢島城跡を発見した。調査研究に導入した技術や移行、遺物の様式論は、その後の日本考古学に多大な影響を残した。1901年東大助教授、1910年教授。この間、平城九史の研究を進め、1908年に工学博士の学位を授与された。また、建築士を講義し、 日本建築様式史を確立した。国宝保,保存委員会委員、文部省国宝官邸官などを務め、日本建築の保存事業に尽力した。1910年朝鮮総督府からの移植で、たびたび、朝鮮半島や中国の古建築調査を行い、保護に努めた。朝鮮古籍図譜の交換により1917年、フランス学士院からスタニスラス・ジュリアン賞を受賞。 1906年、新国に派遣され、中国建築の研究にも手を染める。1920年には、国民軍の石友さんによって焼き打ちされる前の、昇林寺を撮影した。1929年、東方文化学院東京研究所で、死な歴代帝王陵の研究や、料金時代の建築とその仏像などを研究した。ありがとうございます。